みんなの絵文字が、絵文字じゃない、アイコンがね、今出てきてへんねんけど、なんでや。なんでやろ。でも見えてそうだから、よき。おはよう。今日は8時ぴったりに始めました。月曜日。そう、今日は早起きなんです。メイクしてるんだ。うん、おはよう。お、はちかちゃん、お、はー月曜日です。皆さん、月曜日の朝、お天気が良さそうなので清々しい1週間を過ごせそうです。準備が間に合わんかったらさ、配信しながら準備しようと思ったけど、なんか意外と早く終わった。お腹が減ったけど、あ、朝ごはん食べましたか皆さん。おそらく多分出勤中の人が多い気がする、この時間。おはよう。飲んでへん人多い、飲んでへんじゃないわ、食べてへん人多そう、朝ごはん。テロップに書く。やっぱ食べへん人多いんだね今。こうしよう。朝ごはん何食べた。納豆ご飯食べた。でも昨日納豆食べて納豆を切らしたので。私も朝ごはん食べへん気がする。おお、アジフライとエビフライだって、最高じゃん。あ、休みだけど車の車検でさて、行ってらっしゃい。朝でもさ、起きてお腹空かへんの？それかお腹は空くけどそんな食べるほどでもないっていう人が多いのかな、それとも時間がないっていうのかな。うわ、チョコチップスティックパン、学生の頃食べてたな。カステラ、カステラなんて全然食べてないな最近。あ、カルディのコーヒー、私もドリップコーヒー、なんだっけ、お湯を入れて飲むやつは飲むね。買ってるよ、マイルドコーヒー、カルディのやつ。カルディ好き。あ、なるほどね。朝を抜く分お昼休みをが楽しみなのか。確かに。まあスムージーいいな。悩む。お腹減ってきた。食べたいけどでも食べない方が体は軽いってとこはありわね。飲み物、コーヒーとか買っちゃおうかしら。
カフェインとか入れちゃおうかしら。おはよう。お、はちかちゃん、みんな。なんかね、携帯の画面フィルターを割って今ヒビが入ってんねんけど、わかんなそうかな。わあ、おいしそう、卵丼。あ、昨日作ったアップルパイがある。だがしかし、もう食べる時間はないし。アップルパイってさ、朝食ってよりはおやつまたはデザートって感じじゃない？激うまアップルパイだったんです。ちなみに私が作ったアップルパイ、ただちょっといろいろ反省点もあるんですけど、美味しかったですね。リンゴのアップルパイの中に入ってるリンゴが美味しかったのよ。やっぱさ、砂糖がいっぱい入れるに限るね。ちょっとなんかお菓子作りでケチっちゃうと甘さがなくなることで、なんか美味しさがちょっと減っちゃう気もする。まあその方が体にはいいんだけどね、少ない方が。そう、アップルパイ作ったんだ。今日は CBC ラジオです。なるしゃべ聞いてね。林美玲ちゃんと鈴木さらちゃんとで、なんか3人の共感性がすごく高いラジオになりつつも、なんかいろいろ、まあ CBC ラジオってさ、みんなからのお便りでいろんな内容を話すねんけど、その結構マニアックな内容を話したりもしてるので、聞いてね。ドトールのアップルパイあるんだ。なんかしっとりしてそうな気がする、そういうの。私ね、サクサク生地派なんだよね。まだ顔が似てる。前髪が伸びてきてセットが難しくなってきた。おはよう。お、はちかちゃん、みんな。あ、そう、昨日までやと思ってた逆上がりの生写真、なんと今日まででした。3月の生写真、逆上がり迎えてください。お家に逆上がり足で地面を蹴って、これでへん、朝蹴って。お、シャトレーゼのアップルパイ。シャトレーゼも美味しいよね、ケーキだし安い。シャトレーゼのイメージ、安くて美味しい、お手頃価格って感じ。よし、朝ごはんは飲み物を飲むことにした。カフェインを摂取してシャキって目を起こさせる。あ、昨日インスタにユニバの投稿したので、みんな見てね、見てね、見てね。写真に載せてるなんかソーセージパイみたいなやつがめっちゃ美味しくて、もう本当におそらくパイが好きなんだね、私は。パイ生地サクサク。が好きなんだと思います。あと、チュロスも美味しかったでしょ？あと、ピザも美味しかったでしょ？でも、私服は好評で嬉しかったでしょ？
親友ちゃんと行ってきました。ただやっぱ乗り物よりもショーの方が好きだなって、実感した24歳でした。なんかそこに関してはちょっと年取ったなって思っちゃった。まあ乗り物を乗り尽くしたっていうのもあると思うけど、いっぱい昔にね、だって昔年パス持ってた時代あって、まあ大阪出身なんで、その時とかもう毎週行ってたからね。毎週行ってシングルライダーで乗りまくってみたいなことをしてたから、落ち着いたね。お、もう数分でテロップが出る気がする。朝にメイクしてるの珍しい。私えらい、みんなちゃんと挨拶しておはよう。もうすぐでホワイトだホワイトデーだね。わきわき。今日も一日、今日も一週間頑張ろうね。いい週にしようね。今週も。今日もみんな元気にファイティンだよ。ちょっと早めに言う。ファイティンだよ。確かに今週を乗り越えたら土日にトーク会があるんだ。何のお洋服着ようかな。楽しみ。ぜひ5月6月も今トーク会受付中なので会いに来てね。私服考える時間って楽しいよね。そうね、10月ぶりのトーク会になるので、今日もこれからもずっと大好きなみんなが幸せで元気いっぱいで笑顔いっぱいで過ごせますように。おはよう。出席確認、このアイコン見える人たちの可愛いアイコンたちだな。いいな、チカも可愛いの欲しいな。で、羨ましくみんなのアイコンを見てるし、なんかショールームのアイコンってすっごいさ印象に残るからさ、まあショールームの名前言ってくれたりアイコンとかトーク会で言われると、ああなたねっていう風になる。おはちかちゃん、かわいい、みんなが挨拶してくれて。うん、出た。じゃあね、みんな今日もいってらっしゃい。行ってきます。バイバイ。朝からありがとう、見に来てくれて。バイバイキー。